僕がイラストレーターになろうと決めた時に、自分はどういう感じになりたいかなと思った時に、イギリスの作家のジェームス・ジャービスっていう人がいまして、あの感じになれたらいいなと思って、このジャガイモのような、なんというか面白い形の輪郭の頭をしてて、こういう雰囲気で自分の形の頭を見つけて、それを展開していくっていうスタイルがいいんじゃないかというのを思って、スケッチブックを買ってきて、いろいろ試行錯誤したのがこれで、まあこれナンバーワンって書いてあって、ナンバーツー、ナンバースリーってあるんですけど、もうなんで最初の段階から結構こう、この輪郭かなみたいな、まあその三角形とか四角形とかもいろいろ考えたんですけど、あんまり現実的じゃないなっていうので、人間の顔の形に近いけどもちょっと独特な輪郭がいいかなっていうので、この八の字というかピーナッツ型というかにしました。なのでこの初期の頃は結構そのモチーフとか描くものっていうのが、そのジェームス・ジャービスの描く世界みたいなのに近いですね。ストリート寄りというか、うん、でこの辺は多分八の字じゃないとどう何があるかみたいなのをいろいろ考えてたところだと思いますね。なんかなんでこの当時は多分その八の字が正解なのかどうかみたいなのわかんないんで、いろいろこれでいいのかな、これでいいのかなみたいな試してました。